シューが友達に名字で呼ばれてるやつの下の名前は大体刑事ヤマト。コムドットです。シューガちゃん、女装したことありますか？僕は女装は1回だけ。本当に？ないです。ないんかい。一切ない。一回って言わないよ、それ。一切ない。ということでね、まあ僕たち今日女装の企画やっていくんですけれども、まあ未熟な力では簡単な女装企画しかできないと判断しましたので、本日スペシャルゲストをお呼びしてます。僕の大学の先輩アニーさんです。登場してください。どうぞ。マジか。お願いします。うお、すごい。あ、よろしくお願いします。初めまして。なんか得意なメイクとかってあったりするんですか？海外系のグラムメイクで、あ、なるほどなるほど。いっぱい色を使ってたり、しっかりこうアイメイク囲んでるようなメイクが好き。なるほどなるほど。外国のメイクでいうとヒューはエピソードとか結構持ってる？外国のこれメイクエピソードなんだけど、結構さ外人っぽいって言われるでしょ。でその時にね、パッて俺のお母さんが、もうじゃあいっそのこと外人っぽいメイクしちゃおうよっていう話を俺に持ちかけてきた。いやけどそれはマジどうなんだろうって話し合いを2人でして、でそれ3日未満続いて、3日未満その話し合いが続いて、その持ちかけはなくなったっていう話なんだけど、結局できてはないけど、そういういざこざはあった。なるほどね。で結局はデブ外人だった。デブ外人、デブ外人に対してそういうこと言う。いや、ヒューガのお母さんは痩せ自撮りする。俺のお母さんは痩せてる自撮りする人だと。ヒューガ、やめろ。俺のお母さん見てるし、俺のお母さん勘違いされてきついから俺言うわ。僕のお母さんはペンギン自撮りです。ペンギンのような形をしていて自撮りをする生き物です。しかも自撮りの距離がここっていう。斜め下からこう。赤レンガで自撮りしてたんだけど、どうやって撮ってた？固めと明るく。ということで、ただ女装するんだ面白くないと思いました、はい、ホットワードを女装にくっつけて企画考えてきました。本日の企画、女装して Tinder やってみた。女装した顔をいっぱい貼って女の人としてる。そう、いい、騙してるよ人。あ、そう取る。騙すってことだって。騙すってか、まあ、するっていう感じ。あ、もっとひどい表現になってる。まあけど、まあ、企画なんで嘘じゃなくて冗談なんで。本日していただくメイクなんですけれども、清楚系ビッチメイクです。これなんかメイクのポイントとかってあるんですか？清楚系ビッチっぽいメイクというか。私友達にあんまり清楚系ビッチがいないので。なるほど。何系の友達が多いの？がっつり自己主張みたいな人が。大学でも本当にあの固まってるとすごいです。ハンバーガーの匂いとかすごいです。どういうこと？海外臭が。臭いわけじゃなくて。臭いわけじゃなくて。じゃあなかなか難しいですよ。そうです。だからいわゆるモテメイクだけどあざとい感じの。なるほどなるほど。いや好き好き。なんか気持ち悪いな。俺が今からそうなるのに好き好きはキモいな。いやちょっと待って、女としてみんなね。いないよ、だってここの骨えぐいやん。お前言うなよ。え、これはメイクでなんとかなる感じですか？力は尽くします。力は尽くしますって、もうそれ死ぬ患者さんに言うやつ。ということで本日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。 Let's make here we go。 とりあえず保湿をしていただいて。保湿。あヒューガ君、俺の方が嫌だな。ヒューガ、ヒューガ強くなってる、強くなってる。餅じゃねえぞ、餅じゃねえ。塗るっすか？これ顔だからな。強さの限界そこだからな。それ以上強くなったら、したら下地を塗っていきます。ピンクっぽくなる感じ、肌のトーンが明るくなるようなね、血色感がある方が女の子は可愛い、はい、あら、ちっちゃー。また高くて小さい。重い。もう下げるな、さ、下げ言うな。抜いて。あっち、そんなクソしか取れない。バカなんか。だいたい普段どれぐらいメイクするんですか、時間的に。私は多分長い方。1時間とかですか？それは言いやすい。ちょっとやめろよ、そういう。すごく聞こえないし、次の時間が。確かに。8って言った。でも、大体1時間ぐらいかな。え、1時間もよくそんなリアクションできんな。8聞いたって。お前プロだな。1時間ってすごいっすね。じゃあもう結構作品って感じでしていくのかな。だってもう1時間かけたら作品じゃない。ちょっと肌は白めにします。いや、そんなの。なんその男で来る。口説きに言ってるよちょっと。怖いんですけど。だから言ってんだよ、そんなエラーのやつを口説かね。最初に学校でヤマト君を見た時にめっちゃうるさかったのね、授業中。同じ学部の授業を取ってて、はい、めっちゃうるさい集団後ろいると思って、すっげーチャラチャラしてるし、授業全く受ける気ないやつらいると思って、でマジこいついつだもんだよと思ってパッて見てみて、めっちゃイケメンいて。あー、ラッキー。親に感謝。いや、けどヤマト大学でうるさいタイプなのか。これ完成しない。きつい。これマジできつい。よし、ここらしか白い。これ俺と並んで。あー、めっちゃ白いかも。マジで白いやん。めっちゃ白いかも。あ、きつい。今の本当にきつかったよ。ただ、隠すところ全然ないの。めっちゃ肌綺麗だからヤマト君。ありがとうございます。髭がきついから。はい、髭と、いや、ローンレンジャーみたいな。今つけてもかわいい。どうする？じゃあ、今、ずっと鼻当たってる。もうしてないよ。あ、怖っ。なんで？なんで？びっくりした。まず書き初めっすか？気持ちよさそう。うわ、気持ちいい。なんかついちゃってるんですか？いや、滑ってた。滑ってた。俺が手入れをしたいんだけど、要はモテに行ってる女でしょ。私すごい嫌いです。
キラーに行きたいけど男にはモテたい。男をガン釣りしてどん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 上げていきたい。なんだお前その意思になってきてんの自分が今。お前にその感じ宿ってたよ。シャドウに入ろう。清楚系ビッチの女の子はアイメイクそんなに派手にしないの。なめなめした感じにしようかな。板チョコみたいな。可愛いっしょ、このパレット。板チョコみたいです。これ何なんですか、これは。これはメイクアップレボリューションっていうブランドのアイシャドウパレットなんだけど、買いやすい色がいっぱい入ってて、このブランドのメイクアンバサダーをやってて。アンバサダー、観光大使じゃないけど、なんか大使的なことですよね。そう、商品を使ってメイクをして、それを写真に撮ってインスタにいっぱい載せてるので、興味がある方はぜひ見てみてください。インスタのリンク貼っとく。ありがとうございます。宣伝です。何がやっぱマジで目立ってる、そんな。ね、マジで見て、本気で。出して。痛い。アイラインだって、一変するぞ。ガラッと空気変えろ。これマジミスれないから。はい。おい、閉じた。お前。違う。くすぐったいよ、これ。痛い。大丈夫だよ、ヤマト。痛くないよ。なんと痒があるな。ヤマトピクピクしてんだ、お前。おい、笑わせたよ。もう俺の目がぶっ壊れるだろ。もう俺の目がぶっ壊れるだろ。マッチでくすぐったい。そこに書いてたんだ。後にやってあげようか。あ、大丈夫です。お前、笑わせたよ。いや、大丈夫です。じゃねえよ。マジで断ってるやん。じゃあ、目つぶる。待って、フィンユージュロ。キッチンに出るようなネズミ口に当たったのか。ボッサボサ。お前何したの、どこで触れた。俺口ビール。お前口ビールドブネズミみたいな。ちょっと女の子っぽくなってきたから。え、こっち見て。笑うなよ。おー、上手。こっち見て。こっち見てって言って笑うんじゃねえって。すごい、塗ろうよ、ペア君。え、何をですか、唇。え、ちょっと、え、マジっすか。え、タバコ吸えなくて。大丈夫、自分だけ飲むっていうのがやばい。つやつやや。待って、マントヒヒおもろい。じゃあお前もうほぼヤッピーだぞ。お湯入れてあげてきた。ほんとカラコンやな、もうほんと勘弁してください。これ無理だよ、カラコン無理、体質だ。すごく目つぶるもん。いや、でもカラコン入れなくても可愛くなれる、それを証明したい僕は。はい、ということでメイク完成。どうかな、やっぱ見違えました。目回りが全然すごい、断トツで違う。これけど髪型と服装そのままだと一切ダメ。これ僕あの用意したんで、今からヤマト君をねカメラの外に連れ出しまして、着させて被らせて出します。ください、行ってきます。ヤマコさん。はい。ちょっとなんかできる。ちょっとオフショルが上がりすぎてます。あ、そうです、上がりすぎてる、上がりすぎてます。もっと下げた方がいい。はい。お前エロゲーしてんじゃねえ。上がりすぎて、上がりすぎて、はい、上げすぎだよ、お前オフショル。下げろ、オフショル。お前エロゲーしてる感覚。じゃあ、お前じゃあ下げて。お前エロゲーしてる感覚や。はい、いい、おい、ポーズできるタイプのでっかいキモい女子。おー、なんなのよ、なんだよ、なんですか、文句ありますか。似てる。珍しいこと書いてチンコと読みます。うん、うんってやって。おもろい。うんってどう、これちょっと来て。ゆうま筆下ろし企画じゃないからね。勘違いするんだ。殺されたくない、これはさすがに。いいよ。ここから見たら、ここから見たらいい。 OK、 いける、こっち見て。あ、終わった。終わったってなんだ、バカお前。私の唇を奪ってみなさいよ。おじゃあ、ユーマどの角度から注射か確認していいか考えていこう。ユーマ目線。アメキリ君、奪えんの私の唇。奪って。奪えないよ。早めに奪った。じゃあちょっと戻しましょう。画面に。はい、ということで戻ってまいりました。どう、気持ちは。なんか女の人にしてもらったっていう。いや、もう全然私なんて全然酔っちゃったみたいん。さ、ぶっちゃけどうすか、逆に。綺麗めにはなった。確かに綺麗。友達が綺麗だから、この辺で隠してやらないと。ちょっとね、偉いじゃないですか。実際ちょっと横顔がいいんですよ。
おお。まだいけるね。いける、まだいける。終わった。何回も言うけど、中津がウソップぐらい顔四角い。やめろよ、それ。ゴールデンゴールデンのあの女みたいになってんだから、俺。ということでね、アニさんに協力していただきます。あざしょ。ありがとうございます。可愛いですからね。なんか俺ら面白くしてるんですけど、やっぱり実力がエグいと。アイメイクは可愛いと思う。可愛いっすよね。ここは可愛いと思う。改めまして本日メイクしていただきましたアニーさんでございました。ありがとうございました。アニーさんですけど、メイクアップレボリューションというブランドのねアンバサダーもされてるということで、はい、ぜひインスタグラムの方にいろんなねメイクの写真とかを貼ったりしてるので、はい、皆さんぜひそこからチェックよろしくお願いします。お願いします。メイク大切だからということで、はい、これ前編がこれです。後編でバンバン Tinder 釣っていきたいと思います。それではまた次の動画でバイビー。バイビー。